幾多の戦いに身を投じてきた生まれながらの熱血硬派国王、彼に訪れる新たな戦い、ダウンタウン乱闘行進曲マッハ。4人が一堂に争うバトルロイヤル、ルール無用、何でもありのデスマッチ。簡単操作でライバルをなぎ倒し、最後の一人になるまで勝ち残れ。ゲームモード、ゲームモードは様々、シングルプレイはもちろん、仲間と一緒に楽しめるゲームモード多数搭載。最大4人で熱い戦いを繰り広げろ。オンラインバトル、オンライン対戦にも対応。お家にいながら友達と対戦したり、世界中のプレイヤーと共闘ができるぞ。進化した必殺技、キャラクターごとにそれぞれ必殺技が進化。大きく広がった戦術を体感せよ。さらに追加コマンドで追撃できる特殊技も多数登場。強力な連続技で相手を圧倒しろ。他にも進化した技が多数、その数なんと200種類以上。新アイテム、今作から追加された新アイテムも多数、ユニークなアイテムばかり。うまく使って戦いを有利に運べ。例えばバットを使えば相手をボールのようにかっ飛ばせる。さらに謎のタケノコを食べると、なんとキャラクターが巨大化。巨大化中はやりたい放題だぞ。カスタマイズ、自分の好きなキャラクターを選んでチームをカスタマイズすることが可能。カスタマイズ専用のキャラクターも存在しているので、自分だけの最強チームを作ろう。さらにステージに登場するアイテムも自由にカスタマイズが可能だ。攻撃的なアイテムだけ登場なんてこともできる。自分好みのステージとアイテムでバトルをより一層楽しもう。常識破りのステージ、今作では型破りなステージが登場。ステージごとに特殊なギミックもあり、一筋縄ではいかないぞ。崩壊する足場や荒れた足元と降り注ぐ雨、さらに強風にさらされる屋上など、いずれも独特なステージばかり。チーム紹介、使用できるチームはおなじみの熱血高校をはじめ、花園高校、霊峰学園、格好連合、さらに初参加となるレジェンドチーム、ワールドサッカーチーム、広島高校などなど、個性的なチームが多数参戦。その数は30チーム以上。登場するキャラクターは総勢180人以上。最強は誰だ。ダウンタウン乱闘行進曲マッハ、ダウンロード専用ソフト、2019年10月10日銭湯の日発売。